またイミグレです。この前撮った写真がイミグレの人が紛失したってことで、もう一回今2時間ぐらい乗ってきました。さすがインドネシア、すごいな。もうザッツインドネシア。こっちの現地のスタッフがお金を使い込んだとかで手続きできなかったんです。ザッインドネシアですね。もうこれこそなもんで、また明日来ないといけない。なかなかですよ。これは100円、ポテトチップス。今ウーバー待ってるんですけど、なかなか来ないね。これ何やってんだろう。今日はインドネシアの洗礼に会いましたね。まあでも今南から北に高速を乗ってるんですけど、北から南はめっちゃ混んでます。このように見てると、もう南から北はすごく空いてますんで、すごいいい感じ。いつも下を通ってたらものすごい時間かかる、このここの辺り。でも今一気にこの高速を乗って今の自分の宿までワープします。これはいい。南から北は大丈夫なんだ。やりました。うちの今のパッカロジバックパックホテルの近くにやっと見つけた。あんま600円。いやすげえいい、すごくいいです。1時間600円ぐらい。今までわざわざブロック M っていう下の方まで、南の方まで行ってたんですけど、行く必要なくなった。どうやらここは中国の中華系のビルみたい。インドネシアだけど、めっちゃいいわここ。もうこんな感じ、中国ビルです。